お疲れ様です。タバコね、やっぱこう体を心配しながらタバコを吸うってのは、なんかそのすごく狭い路地をね、時速100キロで走る車のようじゃないかなと思うんですよ。とりあえず今走ってる今この瞬間は大事故にはなってないけども、ぶつかったらね、もう相当な後遺症を残すというか、まあ致命傷になるみたいな感じですよ。だからタバコが原因で疾患が見つかった時にはもうかなり遅いかなっていうところですよね。まあ、それからやっぱり費用の面もありますけども、時間じゃないですかね。タバコでこの灰皿をちょっと片付けるみたいなね、本当に瞬間な手間であっても、それがずっとですからね。で、私はずっとないわけですよ。あの、メガネをかける人とかけない人の人生の差もかなり大きいと思うんですよ。メガネをやっぱ買わないといけない。で、メガネを置く場所を確保しないといけない。持ち歩かないといけない。様々ありますけども、壊れれば買うとかね。で、メガネショップなんて私一生行かないわけですよ。って言っても結構ね、付き合わされて行くことはありましたけども。だから自分の人生にメガネはずっといらないわけですよね。コンタクトレンズもずっといらない。でも、それが必要な方は残念ながらずっと必要になったりするわけですよ。タバコとすごく似てるかなと。それからね、本当なんか結構ね、たまに思い出すんですよ。私すごくいけてないなと思うのが、趣味がないんですよね。なんか全然そういった、もう、ただ自分が楽しいだけのことはやらないっていうことになってきて、一体何のために生きてるんだろうかみたいなことになることもあるんですけども。まあもう間に合わないですからね、ちんたらやってたら。そういったところがあるんで、なんか、正直何が楽しいのか分かんないなと思うんですけど、何も楽しくなくてもまあ生きていけるんでいいんでしょうけどもね。ただやっぱりこう、なんかこう、なんですスマホのゲームとかあるじゃないですか。一切やらないですね。もう全く時間の無駄、人生の無駄で、今更そんなことやってることはね、小学生じゃないんだからね。これゲームに駆逐されてる人生だって本当にバカバカしいと思うし、あと人とのコミュニケーションも取らないですね。なんか、その、誰かと何かをやって、もう、しょうもないっていうことが結構多くて、だから人間関係切ったから分かるんですけどもね。なんかどんどんこう、つまらない人間になっていくなと。まあ、別に効率よく生きていこうと思ってるわけじゃないんですけども、もう暇がないですね、はっきり言ってね。まあ、それにどうせ人と話も合わないしね。なんかこう、あんたはあんたでしょみたいな感じですよね。どこまで行っても、うちはうち、よそはよそみたいなね。どこまで行ってもそれですね。どれだけ多くの人が様々な人生を送っていようと、まあ、別の人生と言いますか。なんかそういう面もあれば、持ちかけられる、まあ、お問い合わせにはね、こう、お金で返せるっていうかね。まあ、結局そこなんじゃないかなと思うんですよ。こうふと知り合いが困ったことって結局解決しようと思わないんですよ。下手に口出してね、また長引いてもいけないんで。で、そもそも自分の人生に回答が出てない人が他人の人生に回答を出せるわけないんで、自分の個人的感想を言うだけで終わりで、こんな無責任な話じゃないですからね。だからお金をいただいたら、まあ解決までしっかりとやっていかないといけないし、自分のできることはね、お金いただいた以上やるっていう一本の筋が通るんで、すごい信頼関係が生まれると思うんですよ。それはもう、もはやね、回答できなくても一定の信頼関係が生まれるかなと思うんですけどね。まあ、ちなみになんかトルコですごい地震があったみたいですよ。で、地震が起きた最中に余震がまたね、マグニチュード7とか震度7かいうのがあって、二次災害、三次災害が起きてきて、それこそトルコっていうのはロシアと G7 の間に挟まれた、なんかね、橋渡しみたいな国、中立でもないですけども、どっちに肩入れしようかなみたいなキーポイントの国なんで、これをきっかけにトルコ救済に G7 各国ロシアも動いて、なんか元通りにならないかなと思うんですけど、そうはいかないですよね。やっぱウクライナが被害者ですからね。まあ、ウクライナからのね、連絡も私全然なくなっちゃって、なんせ電気が止まったらしいんですよ。電気が全然使えなくって、それこそ暖も取れないんで、なんか薪を焼いたり、それから廃墟になった家とかね、建物をね、ひっぺがして暖を取ったり、食事を作ったりとかしてたらしいんですけども、ほんとすごい暮らしになってますね。戦後の日本みたいな感じです。で、日本では電気代が高いとか言ってね、喘いでるんですけども、
かね話せばキリがないですね、ここは。まあ、タバコの話に戻りましょうか。健康を気にしながらタバコを吸ってるっていうのは、まあ、大いなる矛盾かなというところがありますけども、かすごいですよね。でもやめられないんだよねって言葉がね、やっぱ上手に流行らしたもんだなと思うんですよ。いや、この一杯はやめられないよとか、この一本はやめられないよっていう言葉があっちこっちで出てくるんで、それにやっぱりこうやめない人っていうのは乗っかるんですよね。だからすごいこうマーケティングにやられちゃってるんじゃなかろうかと思いますけども、いかがでしょうか。いってらっしゃい。